はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、お知らせ来たんですけど、イベントは告知はなかったですね。メインストーリーがまあ追加されたということで、ちょっとお知らせ見ていきたいと思います。で、昨日の動画でまあマップイベント20日って言ったんだけど、17かなとも思ってたんだけど、おそらく、イベントがね、もうこれどっちもないんですよ。ない状態で、まあ、メインストーリーあるから全然いいんだけどね。それは、今までの傾向って話をするんだけど、今までの傾向で言うと、イベントが大体なくなったら、何かしらイベントが来るかなって思ったんだけど、今回はメインストーリーをまず先に出していただいて、その後、マップイベント、多分20日からだと思うんだけど、っていう形になりましたね。まあ全然、これでいいと思う。なんか一緒にね、やることがありすぎると嫌なんで、逆にね。まあでも、新キャラが、今回発表がなかったんですよ。これお知らせで、まあ、こんな感じであるんですけど、なんかメインストーリーでゆうきくんかなんか来るかなって思ったけど、多分ゆうきくんは来なさそう。なんかツイッターっていうか YouTube の方でファンパレさんのストーリー、メインストーリーの PV が公開されております。まあ、ちょっとあまり動画にすると良くないのであれなんだけど、それ見てるとゆうきくんが囚われているっていう形になってますね。で、なんか見てるとなんかローゼツスクナ出なさそうなんだよな。ローゼツスクナが実は一回も見えておりません。で、しかも前編ってことで、多分後編でローゼツスクナなんじゃないの。いや、だったらそんな早く出さんでほしいんだけど、正直ローゼツスクナ。なんか、多分、どうだろうね、ローゼツとも戦いそうな気はするけど、なんか僕の予想だと、どうなんだろうね、伏黒ローゼツと、普通のローゼツなんじゃないのかなってちょっと思ってます。本当に分かんないけどね。まあでも意外とその全ての予想を透かしてくるのがファンパレなので、いい時も悪い時も。だからまあなんだろう、意外とこの PV では何も出てないけど、まあローゼツ少なローゼツ少なが出てくることをちょっと祈りましょう。はい。で、お知らせになるんですが、あ、これよりちょっと待ってね、このガチャ画面よりこっちの方がちょっと、これがいいな、バックミュージックというか。まずですね、はい、メインストーリー、ここら辺までは動画にしたと思うんですけど、プレゼント、明日3000個もらいますので、皆さんぜひやってください。こちらですね、PC 版限定、新章、追加記念、お得開示パックということで、PC 版にやっぱり、なんか、結構移行させたいのかなっていう気持ちはします。なんか PC 版だと余計に500個もらえて、開示がまあ合計3500個もらえるんですよ。300日記念と含めてね。なんか PG にまあ登録させたいんだろうなっていう気はするんだけど、まあでも正直ね、これはね、まあ忖度なしで言いたいんだけど、豪華かどうかはちょっとわからないかなっていう。なんかそんなに、まあお得、まあお得っていう言葉を言えばあれだけど、なんか無理に課金を目指してる人以外っていうとお得とは思わない気がしちゃうけどね。まあ AP パックがついてくるだけって言ったらあれだけどね。なんかそれで、ちょっとやっぱり安いかなっていうか、だったら怪獣をもうちょっと優勝怪獣を増やしてあげたりとか、そういうのしないと。なんか AP パックはまあもちろんね、この後説明しますけど、必要2倍が来るから必要にはなるんだけど、いや、お得っていうからにはやっぱ怪獣4000、ここ4000とかさ、せめて。なんかどうしてもね、ちょっとバウンティー見てるせいかさ、ちょっとここ優勝怪獣、せめてね、優勝怪獣なんだからさ、なんかここね、せめて3500とか、なんかそこら辺にはしてほしいかなーっていう気はしちゃうよね。わかんない。まあ僕だけの考えかもしれないんだけど。AP バッグも嬉しいよ。怪獣80個分のね、で2回2個だからまあ160個みたいな、それ分にはあるんだけど、それよりやっぱりガシャを回すために基本的に怪獣を求めてるわけじゃん、これって、今って。だからな、それ考えるとあくまでガシャに有利なものが欲しいなっていう、なんかクーポンをもらった気分なんだよね。なんだろう AP パックってな、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと難しいんだけど。はい。そして、こちら大画面でファンパレを楽しもう PC 版ログインキャンペーンということで、もうPC 版推しがすごいです。開催期間中、PC 版にログインすることで、開示500個を獲得することができて、まあ、本報酬の獲得は PC 版でのみ行うことができますということで、まあ、まあ、ログインですね。これがさっき言ってた500個。だからまあ、なんか、何かなんか PC 版に移行させたいみたいな気分、PC 版もやってほしいっていうのが、すごいなんか運営さんの伝わります。はい。
そして次ですね、こちらですよ。これが一番皆さん嬉しいんじゃない？うん、強化クエストドロップアイテム量2倍キャンペーンです。ということで9月17日15時より強化クエストドロップアイテム量2倍キャンペーンを開催いたしますと。はい、開催期間中は、まあ、経験値と、斬死のと、呪術ポイントですね、それが、2倍になると。あの気をつけてください、あれ呪物とかは2倍になりませんので、はい。で、9月17日から9月20日もうそこはね、今のうちに開示は貯めといた方がいいと思います。開示というか呪骸散歩、僕も今貯めてます。今 AP680 まで貯まりました。明日になったらまあマックスになってる。ちょっと僕早めにやっちゃったんだよね。早めに貯め始めちゃったんで、多分これマックスになっちゃうと思うんだけど、まあマックスにして、まあ2倍だから、今は呪骸散歩やらない方がいいと思います。この動画を見てから、もう呪骸散歩をちょっと取るのやめて、明日9月17日の15時から呪骸散歩やって、まあ2倍、それをやった方がいいかなと思います。はい、そして次ですね、これも来たんだね、早いね。まあまあメインストーリーやるためにね、まあこれは解放される。まあでも逆にこれさ、まあ早いっていう意見もあるんだけど、まあ言うて2ヶ月に1回ではあるし、まあ無限回路をクリアできない人がクリアし始めれるかなと。44回だっけ、44回か46回、45回か、45回だったっけ、僕がめちゃんこ苦戦したのって。それとかもまあクリアしやすくなるっていう面では非常にいいと思うので、うん。うわすごい、紫だ、今度は紫ちゃんだ。紫ちゃんのまあついに呪物ができるということで、まあ123レベルまでマックスというのが上がりましたよっていう感じですね。キャラクターレベル上限の更新と、まあ呪物収集の追加、新しい呪物の収集、ノーマルミッション、まあここら辺はまあそういうミッションとかで呪物がゲットできますよっていう感じになっております。はい、そして、新章公開記念ログインボーナスということで、おー、メインストーリー15章の公開を記念して、回想男子博多の夜、博多の夜違うな、これ博多の仕様だ。これをゲットすることができると、いいねー。わあ、なんか今さね、ゆうきくんがなんか捕らえられてるような PV が出てきたりとかしてる中で、なんかちょっとね、早くこの日常に戻ってくれるのかなっていう。今回じゃまだこの日常は戻ってこないと思うんだよな、前編って書かれてるから。わかんないけどね、前編でゆうきくんを救い出して、これで最後終わって、最後後編でなんか全員で揃ってって可能性はあるけどね。なんか まだこれはならなそうだね。後編の終わりとかだったらなんか可能性はあるかもしれないけど、なんかこのさきちゃんもなんか可愛くない？すごい戦いをやめたような、なんかなんて言えばいいんだろう、そんな感じがする。うん、なんかこれはなんか最後の最後感はすごいよね。なんかこう屋台の人地味にさ、なんか誰かだったりしない？はい、こんな感じで、おすごい、ログインボーナスでも残死がたまるんだ。でさらに開示が最後300個と。ああ結構、あいいね、600個もらえるじゃん。600個のまあ残死ももらえると。でね、最近のまあログインボーナスはわかんないけど、イベント残死メタメタ強いです。本当にね、すっごい強くなってるから、もしかしたらこの博多の夜、これもすごく強くなってる、強い残死なんじゃないかなと思っておりますので、ぜひねちょっと動画にしますので、まあ博多の夜がどんなもんなのか、まあちょっと見てみたいと思います。はい、まあ一応もちろんね、ログインは毎日とりあえずもうパッてログインだけするだけして、 AP だけなんか貯めて、まあ最悪もログインだけでいいです。ログインだけでもちょっとしてみてはいかがでしょうか。まあ今後ね復帰するってなった時とか、かなり有利になりますので。ちなみにこれこれですね、これがメインストーリーまあ15章前編9月17日公開予定ということで、これになる、どんな感じになるのかな。いや本当に分からんね、これに関しては。ローゼツでもな、なんかなんかな、その PV 見てるとローゼツスクナはいなかった。うん、なんかローゼツスクナの気配すらなかったから、多分なんかないんじゃないかな。うん、いやもうまあ来てくれるんだったら最高だよ、本当に最高なんだけどね。はい、まあというわけで、今回はもう意外にイベントがなかったかなっていうのはあるけど、まあメインストーリーがその分来るということで。でもあれだね、ゆうきくんワンチャン来ないかもね。マップイベント、新マップイベントだとしたら、そのマップイベントに関連するキャラクターが多分ピックアップとして登場するので、ってなるとゆうきくんはあれかもしれないですね。メインストーリー後編でゆうきくんの力がついに発揮されて、そこでついに SSR ゆうき
そこが登場っていう可能性も、まあ、あると。次は次のメインストーリーの時はもうあれだね、1周年ですね。はい、1周年近くになるので。でも1周年近くなるんだったらさ、メインストーリー第16章ってさ、ローゼツスクナだからさ、なんかそれに関連してスクナっていうの可能性もあるんだけど、まあでも1周年だよね、スクナは。スクナは1周年なんで11月、20日21日からだと思うんだけど、その前にメインストーリーは少し早めにやるのか分かんないんだけど、それによってもしかしたらゆうきくんが登場っていう可能性もあると思うので、はい、まあちょっと楽しみに待ちたいと思います。とりあえず明日メインストーリーですね、メインストーリーを投稿したいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。はい、で多分そっから20日になったら新キャラクターが登場、プラスファンパレガチャ、工場落ちするキャラクターが出てくると思うので、そちらのガチャもどんどん引いていきたいと思いますので、よければその時見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。